井山祐太、井山祐太、井山祐太、1989年5月24日帯は、日本記院関西総本部所属の囲碁騎士、九段、大阪府東大阪市出身、石井国夫九段門下、名誉規制、26歳、本因坊、名誉五世の名誉称号資格保持者、号は、本因坊もに言う。囲碁会、将棋会として、 史上初の2度の7冠達成者であり史上初の年間グランドスラム、その年の7大タイトルをすべて独占達成者。また、囲碁界史上初の7冠達成者、6冠達成者。2016年4月21日から11月3日までの197日間、2017年10月18日から2018年8月3日まで、日韓、7冠を保持。 7大タイトル獲得数歴代1位、3大タイトル獲得数歴代2位、タイトル総獲得数歴代4位記録。天元位歴代最多獲得記録、6期、個性位連覇最多台6連覇記録保持者。史上2人目のオミカン達成者。史上3人目のグランドスラム達成者。また、7大タイトルの数々の最年少記録を保持している。 2013年から5年連続起動賞最優秀、騎士賞を受賞。2011年から7年連続賞金ランキング1位。世界戦では LG ハイ世界起用戦準優勝、テレビインゴアジア選手権戦で優勝を果たしている。2012年7月24日から現在まで、間、7大タイトルのうち4冠以上を保持し続けている。2018年、 国民栄誉賞を受賞。5歳の時父が買ってきたテレビゲームで語を覚える。6歳の時テレビの囲碁大会で5人抜きをしこの番組の解説者だった石井国を球団に認められ、弟子となる。石井はネット対局を選挙区局以上も行い、イ山を鍛えた。小学2年生で少年少女囲碁大会全国大会で優勝。2年生での優勝は、 史上二人目の大会対記録。翌年二連覇。さらに全日本子供囲碁大会でも優勝。中学一年の時にプロ入り。平成生まれ初の騎士となる。2005年、史上最年少記録となる16歳4ヶ月で、全騎士出場の棋戦で優勝を果たすアゴンキリヤマ杯。この優勝により史上初の四段から七段への、 飛び級勝だもし歴代最年少の七段となる。17歳の時、史上最年少、当時で三大リーグ入り。2009年、19歳の時に、名人戦リーグを勝ち抜き史上最年少で七、大タイトルの挑戦権を得る。挑戦手合は、チョーク名人の前に3勝3敗と並ぶも、最終局で敗れ獲得とはならず。しかし翌年再び名人戦リーグを全勝で勝ち抜き、 チョーク名人位への挑戦権を得る。この一年で力をつけた井山は四勝一敗で、チョークに勝利し、芝野虎丸が十九歳十一ヶ月で、名人位を獲得するまで、七大タイトルの史上最年少での獲得最年少、記録保持者であった、二十歳四ヶ月。その後、二千年代に、異碁界でタイトルを独占していた、チョーク、山下健吾、高尾慎治、羽根直樹の、 平成四天皇から、リ山は次々とタイトルを脱手していく。2012年23歳の時には、本因坊、天元、王座、五星、十段と獲得し史上二人目の五冠王となる。また2011年22歳の時に、初の賞金ランキング1位となって、以降7年連続で1位、継続中。2013年3月期省位を獲得し史上初の六冠と、 同時に、史上三人目の生涯グランドスラム達成、七大タイトルすべてに獲得経験。四月に十0段を奪われるも十月に、名人位に復帰し、再び六冠となり、史上二人目の大見か三大タイトル、既成、名人、本因坊保持となる。さらにこの年、テレビンゴアジア選手権戦でも優勝し、自身初の世界規省制覇も果たす。 2014年を10段位を獲得すれば、囲碁界史上初の七冠独占という状況で、迎えたが、1月に、第52期10段戦挑戦者決定戦決勝で、敗れ、2014年での七冠独占は消滅。帰省、名人、本因坊、五世の防衛には成功するも12月16日に、村川大輔七段に敗れ王座を、質感。さらに19日、 高尾真嗣十段に敗れ四冠に交代してしまう。しかし、2015年は、帰省、名人、本因坊、五星を、再び防衛しさらに王座戦、天元戦の挑戦権を得る。11月19日に、村川大輔王座から、11月25日に、高尾真嗣天元からタイトルを奪取し、返し再び冠に復帰する。 さらにこの年歴代2位体の24連勝を記録。また、賞金総額で、史上最高の1億7212万円を獲得する。そして2016年10段戦の挑戦権を得て、伊達氏10段を4勝1敗で、倒し5回史上初の七冠達成を果たす。さらに7大タイトル挑戦手合歴代1位の18、連勝を記録。6月、 本因坊を防衛し5連覇達成。規定により、5回23年ぶりの名誉称号を獲得する、26世本陰謀、本因坊。郷を文み広と名乗る。7月、5世位も5連覇。史上3人目の名誉5世を獲得。しかし11月に、名人戦で、高尾真次球団に敗れ七冠独占が終了する。だが、井山はその後まず王座、天元位を防衛。 2017年棋聖戦で5連覇を達成し史上3人目の名誉棋聖を獲得。さらに10段、本因坊、5世と6冠すべて防衛に成功。さらに名人戦リーグを8戦全勝で突破し、挑戦権獲得。10月、高尾新次名人を4勝1敗で倒し5回、将棋界を通して史上初の2度目の7冠独占を達成。さらに7大タイトル、 三大タイトル獲得数で歴代2位となる。その後天元、王座を防衛し5回、将棋界を通して史上初の年間グランドスラム、年間で7大タイトルすべて保持を達成。NHK 杯も優勝しており8つのタイトル獲得は史上最多。また天元位6期獲得も史上最多記録となった。タイトル獲得数も年にして7大タイトル。 三大タイトル獲得数歴代2位、タイトル総獲得数歴代4位大記録、七大タイトルすべて5期上獲得などの記録を残している。11月15日には世界棋戦である LG 杯世界記王戦準決勝で中国ランキング1位の柿吉球団を破り、準優勝を果たした。2018年2月13日、年間グランドスラムを含む、 囲碁開発の二度の七冠同時制覇という歴史に刻まれる偉業を達成し多くの国民に夢と感動を社会に明るい希望と勇気を与えた子で国民栄賞を受賞。2018年12月19日、天元を防衛したことにより七大タイトル獲得数43期になり、長畜君名誉名人の保持した42期を抜いて歴代最多となった。 5歳で父が買ってきたテレビゲームで囲碁を覚え、アマチュア講談社の祖父の訓導を受ける。まだ小学校入学前の年齢にもかかわらず、碁を始めて半年で5級、さらに半年で3段になる。6歳の時、ミニゴ一番勝負に出場し、5人抜き。小学1年の夏に番組の解説者だった石井国夫球団に弟子入り。石井は、 以後の指定としては異例な選挙区もの対局、多くはネット対局を通じて、イヤマを鍛え上げた。この番組のインタビューで、何になりたいかの問いに、野球選手、誰みたいになりたいかとの問いに、一郎と答えた。1997年、東大阪市立校舎が東小学校2年、少年少女以後大会全国大会で優勝。小学2年での優勝は、 昭和61年の山下敬吾、現球団以来二人目。決勝の相手は後に、プロになる、万波直だった。翌年に2年連続優勝。NHK の企画で、小林千歳五段と三子で対局。この年、修行のため、中国棋院で行われる全国児童囲碁大会に、特別に参加した。また同年に始まった全日本子供囲碁大会の初代。 優勝者にも輝き、平成生まれのチャンピオンとして、話題を集めた。週刊後の企画で、山田君王座、当時と三死で、記念対局史勝利す。10月に、日本棋院関西総本部の院生となる。小学4年生のこの頃、自ら研究会を開き、井山研究会を発足させた。当初は、竹井隆史、筑田明子、伊沢明野らすでに入団していた先輩を仲間入れ、 井山自身が入団してからは、荒木一世、坂本康成らも呼びかけた。2001年、関西、中部で1名の入団者決定戦に、関西代表として出場も、川田明平に敗れ、最年少入団ならず、入団していれば、長地君の記録を1月余り更新。関西枠1名で、東大阪市立校舎が中学校1年生時に、プロ入り。 陰性リーグで46連勝を含む71勝8敗という圧倒的な成績で入団、中学1年生した。12歳の入団は、林美穂名誉天元などに並ぶ記録。平成生まれ初の騎士であり、ちょうどこの頃、光の子のテレビ放送が始まった時期でもあり、様々な新聞に取り上げられた。入団記念対局として NHK 教育テレビでは、チョークと対局。 週刊後主催の新初段シリーズでは、山田奇妙八段、当時と対局、同年二段。この年の成績は21勝4敗。第29期規制戦では、本田光彦八段に勝利。第30期天元戦では、佐坂史郎八段、土田正光九段に勝利。この年は三段に進んで32勝13敗。第30期規制戦では、 吉田美香八段、石井新三九段、山城博士九段らに勝利し、最終予選進出。第30期名人戦では、中尾純吾八段、郷利俊夫九段、片山康夫八段、下島洋平七段らに勝利し、最終予選進。第53期王座戦では、片山康夫八段、植木前大八段、彦坂直人九段に勝利。第十四期十段戦では、 下島洋平七段に勝利。第30期規制戦最終予選では、横田茂明九段に勝利。第61期本因坊戦では、中野博也九段、後藤俊吾九段に勝利し、最終予選進出。3月、第52期 NHK 杯に出場する50名に、選出。15歳10ヶ月での出場は、史上最年少記録。16歳になって、すぐに、 第二回中野杯、U2 レ選手権でも優勝。以後この大会で三連覇。九月、新人王戦準優勝。十月八日、第十二期ヤゴン、桐山杯全日本早号オープン戦で、小林里志球団を破り優勝。早くも、頭角を表した。十六歳四ヶ月での優勝は、日本囲碁史上最年少。従来の最年少優勝は、1973年に、 新鋭トーナメント戦で優勝した、長智君の17歳0ヶ月。また前棋士出場の棋戦では1975年に、プロ実決戦で、長智君の記録した18歳10ヶ月。長く大王立成、長智君、小林里氏という超一流騎士を連覇しての優勝であった。棋戦優勝で規定により7段へ昇段したが、これも史上最年少。 4段から7段への飛び級昇段も、史上初であ。第32期天元戦では、山田君夫八段、松岡秀樹八段に勝利し初の本戦入り、40勝13敗、755で、機動賞勝率1位賞を受賞。第31期棋聖戦最終予選では、清成哲也九段、山田君夫八段に勝利し決勝に進むも、超ョ名人に敗北。 第32期名人戦では、山城博士球団、石井邦夫球団に勝利し、最終予選入り。第62期本因坊戦最終予選では、中野康弘球団、彦坂直人球団に勝利。第54期王座戦では、小坂田牧球団、郡俊夫球団、大牧優作球団、石田明球団に勝利し初の本戦入り。本戦では、三村智康球団に勝利。 第33期天元戦では本戦に進出。第32期五星戦では、松岡秀樹八段、彦坂直人九段に勝利。第46期十段戦では、小坂田牧九段、今村義明九段に勝利。第32期期聖戦では林、海宝名誉天元、後藤俊吾九段、中村信也八段に勝利し、リーグ入りを果たし、 17歳10ヶ月の3大リーグ入り、最年少記録を作る。また、第33期名人戦では、山下慶吾規制、中央野田智美球団、河野林天元に勝利し、リーグ入りを果たし、高翼祖が2005年に記録した18歳6ヶ月を1月、あまり更新した。第63期本因坊戦では、岩田達明球団に勝利し決勝進出。第55期王座戦では、 高尾真嗣名人に勝利。第33期天元戦では、超前進球団、王立成球団、小林光一球団、森田道博球団に勝利し、本戦決勝進むも、山下慶子規制、王座に敗れる。第47期十段戦では、小さ型牧球団、植木前王八段に勝利。2008年には、名人リーグを勝ち抜いて、 超区名人への挑戦権を獲得、現行7大タイトル戦での最年少挑戦記録を塗り替えた19歳3ヶ月。これまでの記録は、長智くんが王座に挑戦した20歳4ヶ月、名人戦では、林美穂の23歳2ヶ月、名人戦挑戦者となったことで規定により7月11日に八段に昇段した。名人戦では3から4で赤敗。 規制リーグへ組優勝。第56期王座戦挑戦者決定戦進出。世界囲碁選手権富士通杯出場。二回戦進出。初の柔軟戦本戦入り。NEC カップ囲碁トーナメント戦出場。第1回来和証券ハイネット以後、グランドチャンピオン戦優勝。第2期有限敗戦リーグ優勝。48勝21敗。69局で。 起動賞最多対局賞を受賞。さらに、起動賞優秀騎士賞を受賞。第2回大和賞券ハイネット以後、グランドチャンピオン戦に連覇。7月、本因坊リーグ入り、最年少。名人リーグは8戦全勝で、チョーク名人に対する挑戦権を獲得。4から1で勝利し、名人位を20歳4ヶ月で獲得。 7大タイトル獲得の最年少記録を更新した。これまでの記録は、名人戦では、林美穂の23歳4ヶ月、7大タイトル戦では、超智君が王座を獲得した20歳5月、名人位を獲得することで規定により10月16日に球団に昇段した。この球団商談により、入団からの8年10ヶ月と球団商談の最短記録を更新した。 9月第18期流星戦で、チョーク名人を破り優勝。初の5星戦本戦入り後、挑戦者決定戦進出。富士通杯出場、2回戦進出。LG 杯世界記王戦、出場、2回戦進出。43勝14敗、57局で、起動少年関西多勝、サイト対局賞。また、この年47回、集裁賞。 機動賞優秀騎士賞受賞。2010年2月、放映は3月、第57回 NHK 杯テレビ囲碁トーナメントで、準優勝。7月、第1回世界囲碁名人争奪戦に出場、中国のフル力名人に敗れる。10月、第35期名人戦で挑戦者、高尾真嗣を、名人戦では10年ぶりとなる4から0のストレートで、下し、名人くらい初防衛。 11月、アジア大会男子団体戦に出場。韓国戦でリオ球団を破る検討を見せるも、チームは、銅メダル。12月、第6回大和証券ハイネット移合オープン戦で、チョーク規制を破り優勝。2010年の賞金ランキングは5648万円で3位。2011年3月、35期規制戦で、チョーク規制に挑戦するも2から4で破れる。 4月29日、銃弾戦、第5局で、チョーク獣団を下し、初の銃弾一獲得、21歳11ヶ月での、大冠は銃弾戦での当時最年少記録、ビダーツ志更新、自身初の2冠、史上最年少となった。5月、広島配金物山国際委員を調戦、非公式戦でリオ、古力を破り優勝。日本の騎士が、 国際棋戦で優勝するのは6年ぶり。6月第16回 LG 杯において2回戦に進出するも李想校9段に敗れた。8月24回世界囲碁選手権富士通杯で古地から蔡明菅、坂井秀幸を破り、準決勝に進出するも北帝菅に敗れ3位決定戦に回る決定戦で高田出し決を破り、 休止前の富士通敗最後の日本人騎士の入賞者となった。同月、第2回世界囲碁名人総派戦では、僕久し君名人、韓国、高田だ四欠名人、中国に敗れた。9月、第36期棋聖戦、A リーグ優勝。9月30日、第20期流星戦で、結城里氏を下し、2回目の優勝。10月1日、第18期アゴン、山杯で、 山下敬吾桐山杯を下し、2回目の優勝。アゴン、桐山杯日中決戦では敗退。10月28日、第36期名人戦で、山下敬吾本因坊に2から4で敗北し、3連覇ならず。11月17日、第37期天元戦で、結城里志天元を3から0で下し初の天元位、獲得、22歳6ヶ月での大冠は、 天元戦での最年少記録。48勝19敗で、日本棋院における、最多勝利、最多対局。賞金総額は9151万円で、初の賞金ランキング1位となる。2012年2月20日、将棋女流騎士の室田伊を、井山と同年同月同日生と5月に結婚することを発表し、予定通り両者の誕生日の5月24日に、 入籍を済ませ、12月23日に挙式した。その後、2015年に離婚。3月24日、第7回大和証券ハイネット以後オープンで25世本因坊地区を下しに連覇。4月18日、第50期縦断戦で、長期生を3から1で下し、縦断くらい初防衛。4月、67期本因坊戦リーグで6勝1敗の、 成績で挑戦権獲得。7月19日、67期本因坊戦で、山下道後本因坊を4から3で下し、初の本因坊獲得。史上最年少での3冠に輝いた、23歳1、か月。7月23日、37期五星戦で、羽直樹五星を3から0で下し、初の五星位獲得。史上最年少4冠となる、 23歳2ヶ月。37期名人戦リーグで7から1の成績を上げて、プレーオフ進出も、羽根直樹に敗れて挑戦権を一する。8月9日、第37期規制戦 B リーグ優勝。8月30日、放送は9月28日、21期流星戦決勝で、林完結を下し、流星戦に連覇。11月8日、 規制戦挑戦者決定戦で、高尾真嗣を下し、規制戦挑戦者に、11月22日、60期王座戦で、チョーク王座を3から0で下し、初の王座獲得。史上2人目の五冠となる。11月29日、38期天元戦で、高野林を3から0で下し、天元位防衛。2012年は51勝12敗。 勝率8割一分の成績を残した。2012年の賞金総額は1億620万円で、初の賞金1億超えとなった。2013年3月14日、37期規制戦で、チョーク規制を4から2で下し、初の規制獲得。史上初の6回となり、史上3人目のグランドスラムも、達成、最年少記録。4月26日、 十段戦で、結城里氏に2から3で敗れ、5巻に交代。6巻保持は43日で終了した。6月30日、地震初、日本では2005年の長期以来8年ぶりのテレビ後、アジア選手権戦優勝、初の公式世界戦優勝。7月18日、高尾真嗣を4から3で下し、本因坊連覇。8月23日、五聖戦で、 コ野林を三から二で下し、個性を防衛に連覇。10月17日、第38期名人戦で、山下慶悟名人を四から一で下し、六冠に復帰。これにより、超智君に続く史上二人目の大みかを達成。また実力制八人目の名人本因坊でもある。11月28日、第39期天元戦で、秋山二郎を三から零で下し、 天元を防衛3連覇12月2日第61期王座戦でチョークを3から1で下し王座よ防衛連覇43勝18敗防衛戦が増えたためにリーグやトーナメントの出場機会が少なくなり前年より持ち数を減らした賞金対局料の総額が史上最高の1億6461万円に上り 三年連続の賞金王となった。2013年は七大タイトル戦の挑戦手合に、フル出場、市場所、自己初の1億円突破となった前年、1億620万円の1.5倍以上を稼ぎ、獲得額は2位の約5倍、3524万円。2014年1月23日、第52期戦挑戦者決定戦決勝で、 高尾真嗣に敗れ、七冠挑戦には至らなかった。3月13日、第38期規制戦で挑戦者の山下敬吾を4から2で下し、規制初防衛。3月22日、日本棋院90周年記念として創設された現役タイトルホルダーによる棋省優勝者選手権決勝で山下敬吾に勝ち、初代優勝者となる。7月1日、 第69期本因坊戦で、初の年賞の挑戦者、井田あを4から1で下し、本因坊3連覇。8月29日、第39期五星戦で挑戦者の河野林を3から2で下し、五星3連覇。10月18日、第21期アゴン、桐山杯で河野林を下し、3回目の優勝。10月30日、 第39期名人戦で挑戦者のコ野林ンを4から2で下し、名人連覇。11月28日、第53期モレビル杯十10段戦本戦準々決勝で、小林里氏に半目負けし、この時点で2015年中の七冠独占は、なくなった。12月16日、第62期王座戦で、村川大輔七段に2から3で破れ質感。五冠に交代。 12月19日、第40期天元戦で、高尾真治十段に2から3で敗れ、4冠となる。賞金総額は1億4078万円で4年連続1位となり、3年連続で1億超えとなった。2015年3月20日、第39期規制戦で、山下敬吾の挑戦を受け、3連勝3連敗後、最終局で1勝を返し3連覇。6月30日、 第70期本因坊戦で挑戦者の山下敬吾を4から1で下し4連覇。8月7日、第40期五星戦で山下敬吾の今年3度目の挑戦を受け、3から1で下し4連覇。10月6日、第40期名人戦で高尾新次天然を名人戦では5年ぶりとなる4から0のストレートで下し3連覇。11月19日、第63期王座戦で、 村川大輔を3から0のストレートで下し王座を奪還。7大タイトル獲得する24となり、チョークを抜いて、歴代4位となる。11月25日、第41期天元戦で、高尾真嗣を3から0のストレートで下し天元位を奪還。菊もかさを下し、阿ゴ桐山杯日中決戦初優勝。下半期に、林美穂と並ぶ。 歴代2位となる公式戦24連勝を記録する。賞金総額は過去最高の1億7212万円で2013年の総額記録を更新したが、この年の年末に妻の室田と離婚した。2016年1月21日、第54期縦断戦挑戦者決定戦で、与田式を下し、井田ーツへの挑戦権を獲得する。 2013年以来、3年ぶり2度目となる7、大タイトル戦フル出場を果たす。2016年4月20日、井田から10段を奪取し、囲碁開発、将棋界も合わせると、ハブ義晴に次ぐ7冠となった。さらにタイトル獲得数36となり、林、美保名予天元、与田則本モと9段を上回り歴代7位取った。さらに史上初の7大タイトルべて3期以上。 獲得を達成。6月30日、第71期本因坊戦挑戦手合7番勝負、第5局で高尾真治九段に黒番177手中央四勝ちし、シリーズ対戦成績4勝1敗で本因坊防衛を果たした。井山はこれで本因坊5連覇で衛星本因坊資格を獲得した26歳本因坊。 7大タイトルでの名誉称号資格獲得は1993年の臨、解放名誉転元以来、23年ぶりとなる。7月28日、第41期五聖戦で、村川大輔に3連勝し、五聖5連覇。史上3人目の名誉五聖となる。9月9日の本因坊周囲式で、本因坊の号を、門、優とすると発表した。本因坊ゆかりの京都、 若光寺の大川上新住職が、知恵を象徴する、文樹菩薩と、井山の名前から一字ずつ借りて命名した。しかしながら2016年11月3日の以後、名人戦、第7局において、挑戦者である、高尾真嗣九段に三連敗三連勝の後破れ、7巻、全独戦は197日で終了した。第64協座戦では3から0で、与正しき7段を、 第42期天元戦では3から1で、一力両7段もそれぞれ下し、6冠を保持した。またタイトル獲得数40となり、チョーク9段を上回り歴代6位になった。2017年3月10日、第41期規制戦挑戦手合7番勝負第6局で、河野林リ9段に、白番150手、中押し価値式誠位を防衛。 規制5連覇を果たして名誉規制資格を獲得した。名誉称号3つは小林光一と並び最多体。また7大タイトル通算獲得数は32となりこ、加藤正夫名誉王座を抜いて単独3位となった。3月19日、NHK 杯トーナメント決勝で一力両七段を下し、初優勝。公式戦で唯一手にしていなかった NHK 杯を獲得し、 現行の国内すべての公式棋戦で優勝を記録した参加資格のない王戦、女流棋戦、参加資格年齢に達していないマスターズカップ、創設当時にすでに7段昇段して、参加資格がなかった若小戦を除く。4月21日、第55期縦断段戦で、与正しき7段を3から1で防衛。五月十一日、第十二回 LG 杯世界記王戦で、 周衛羊球団に中押し勝ちし、ベスト8進出。この勝利により2007年以来2回目となる日本での、準々決勝開催が決まった。6月16日、第72期本因坊戦で、元木勝次八段を4から0で下し、7大タイトル獲得数を34に伸ばして、小林光一の持つ歴代くらいの記録に、あと1と迫った。また3大タイトル、帰省。 名人、本因坊の獲得数を十六都市小林光一の歴代2位に並んだ。七月二十五日、第四十二期後生戦で、山下慶吾九段を三から0で下し、七大タイトル獲得数を三十五に伸ばして、歴代2位に並んだ。七月二十八日、名人リーグ戦で、村川大輔八段を下し、最終戦を待たずに七から0で、名人挑戦を決めた。 最終的に8戦全勝。名人質感以後すべての7大タイトルを防衛しての挑戦となった。9月15日、第29回テレビアジア選手権1回戦でリオ球団に敗れ2回目の優勝はならなかった。9月25日、第22回サムスン火災ハイ世界以後マスターズでベスト16まで進出したが、新進8段に敗れ8強進出はならなかった。 10月17日、第42期名人戦で、高尾新次名人を4から1で下し、名人戦を奪取して2度目の7、大タイトル完全制覇を達成した。2度の7巻同時制覇は、以後、将棋界を通じて、初。さらに再び、大見館となる。また、7大タイトル獲得数を36に伸ばし、小林光一名誉3冠を超えて、歴代単独2位となり、 さらに三大タイトル獲得数でも、小林光一を超え歴代単独2位となった。11月13日、LG ハイ世界記王戦準々決勝で、中国の八日内新六段に勝利し、ベスト4進出。日本騎士が持ち時間2から3時間の世界大会での、4強進出は2011年8月第24回、富士通敗以後6年3ヶ月ぶり、いやマの時。15日、 LG 杯準決勝で現在中国ナンバー1の課、清志九段に中押し勝ちし決勝進出を決めた。決勝は翌年2月に行われ、車人号五段と対局する。11月20日、第65期王座戦で一力両八段をストレートで下し、王座を防衛した。11月24日、第43期天元戦で一力両八段をストレートで下し、 天元位を防衛した。これにより2017年の7大タイトルをすべて、井山が獲得し、以後、将棋界を通じて、史上初の年間グランドスラムを達成した。また、NHK 杯と合わせ8つのタイトル獲得は、史上最多。天元位、獲得6期は、林美穂名誉天元、小林光一を抜き歴代最多。さらにタイトル獲得数が48となり加藤。 マサオ名誉王座を上回り、大竹秀雄名誉五世と並んで、歴代読みたいとなった。LG 杯世界記王戦決勝にて、社人号五段との対局を3番勝負総合成績1勝2敗で、落とし、またしても、世界一の称号には届かなかった。第1局のうっかり、負けが響き、第2局は逆転で取り返したものの、最終局では及ばなかった。2月13日、 年間グランドスラムを含む、囲碁開発の二度の七冠同時制覇という歴史に刻まれる号を達成し多くの国民に、夢と感動を社会に明るい希望と勇気を与えた子、で、羽生善治ハ竜王とともに、史上26人目の国民栄誉賞を受賞。2月16日、第42期棋聖戦で、一力両八段に4連勝し6連覇。昨年から王座戦、天元戦、 規制戦と3連続で続いた一力との挑戦手合は、井山の10連勝と圧倒した。3月18日、ワールド5チャンピオンシップに、シード枠で出場。同じく、日本勢である、山下慶悟を下し、決勝進出を果たす。翌19日、韓国ランキング1位の牧帝艦に敗れ、惜しくも、準優勝に終わる。四月十二日、第十六期縦断戦では、 村川大輔八段に3連勝し3連覇。これにより7大タイトルをすべて5期以上獲得したことになる。また史上初の7大タイトルべてで3連覇以上を達成。7月1日、第74期本因坊戦で山下慶吾九段に4勝1敗で防衛。23世、本因坊永樹に並ぶ、歴代3位体の7期7連覇達成。 7大タイトル獲得数歴代1位体まで、あと、1とした。8月3日、第43期五戦戦では元家元七段に3、連敗支出官。2016年名人戦以来13タイトルぶりの7大タイトル出官となり、7巻から6巻に、交代した。井山は7大タイトル挑戦手合49回目に、して、初のストレート負けを喫した。11月2日、 第43期名人戦では挑戦者に、チョーク9段を迎え3から1と大手をかけたが、その後3連敗し3から4で5冠に交代した。12月13日、第66期王座戦で挑戦者の一力量8段に、フルセットの末3勝2敗で防衛、4期連続、通算6期し5冠を維持。7大タイトル獲得数が、長智君の42期に並んだ。 それから6日後の19日、第44期天元戦でも挑戦者の山下慶子球団に、フルセットの末3勝2敗で防衛、4期連続、通算7期目し5巻を維持、7大タイトル獲得数を歴代最多となる通算43期に伸ばした。2009年の初タイトルからわずか9年で新記録を達成した。従来の方、定石にとらわれず、 打ちたいところに打つを心情にした力戦型。低段者時代は地に辛く攻めの強い碁を打っていたが、タイトル戦で争うようになってからは、手厚い碁も打つようになった。大の長考派として知られ、勝負所と踏めば、序盤から持ち時間を、惜しげもなく使う。2015年7月23日から12月21日まで、色付きは現在在位。他の騎士との比較は、 以後のタイトル在位者一覧、以後の記録一覧を参照。は、優勝、太字は、世界規制の優勝経験者を意味する。第37期規制戦、第6局、チョークと三勝2敗で迎えた、大一番。黒1から白6までの交換で先手を取った井山は、黒7の開きへと回って、優勢を確立させ、その後リードを保って、勝利を収めた。 第38期名人戦、第2局。通常、AC が次の着手点に挙げられるが、井山は白一と中央を削く一手を、封じ手で放ち、このつぼれを制した。第16回脳神、新ラーメンハイ世界五最強戦、第10戦、北帝関との日韓エース対決となった本局。四角の危うい上辺一体の黒石を放置し、 右下の白を狙うの動き出しが勝因となった。また、この勝利で日本勢は5年ぶりとなる第3ラウンド進出を果たした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。